どうもお疲れ様です。今回は山本太郎さんのマインドセットということでね、お話していきましょうかね。マインドセットっていうとね、途端に本当に宗教かネットワークビジネスっぽくなるんですけども、でもマインドセットっていうのは、まあ心構えっていうんですかね、横文字で言うとなんかね怪しい感じになりますけども、心構えとか自分のまあ心得ていること、信じていること、まあそんな感じじゃないですかね。で、信じていることっていうとそれに突き進むような気がしますけども、信じてるっていうのは同時に疑うっていうプロセスをちゃんと毎回使ってるってことなんですよね。だから情報がポンと与えられたらそれを鵜呑みにするっていうんじゃなくて、それを裏側から見て、表側から見て、二次三次的に見て、いろんな角度から見て、どうかなどうかなって疑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 った先にあるのが信じるって行動なんで、結構ね頭使わなくちゃいけないんですよね。で、疑い切って信じないっていうのも一つの答えなんですけども、まあでもどちらにしてもね、マインドセットっていうのは鵜呑みにしないってことなのかなと思います。まあよくね、私の動画を見てコメントくださる方の中に、まあ久保さんはね無責任なことを言わない方がいいですよ、久保さんは影響力があるからそれを真に受ける人がいるかもしれないって、信じちゃうかもしれないでしょって言うんですよ、怒られるんですよ。でも私はこういうふうに考えるんですよ。私の視聴者さんのマインドセットっていうのは、私の言葉を鵜呑みにする人ばかりじゃないから大丈夫ですと、私の言葉も情報の一部として捉えて、そして多角的に考えて最終的な決断は自分で下せる人だから、私がね明日宇宙人が来ますよって言っても、明日宇宙人が来ることを真に受けて準備する人ばかりじゃないですよ、そういう人も中にはいるかもしれないけども、でも全員がそうじゃないと。やっぱりね、それぞれ受け取った人がその心の中のマインドセットで右に行ったり左に行ったり寝たり起きたり決めるんですよね。だから私がね影響力がいくらあるって言っても人の行動をね制御するほどのものではないんですよ。同じように山本太郎さんのマインドセットも、ただ山本太郎さんは自分の信じることをやってるだけであって、誰かに何かをしろって指図はしてないんですよ。それぞれの自由っていうものは認めてるんですよね。ただ一つの団体として同じ方向に向かう、例えば消費税廃止だからね、消費税を増税するべきだって人はやっぱりグループには入れないんですよ。それはそういったところはあります。同じ方向に進みましょうねっていうことはありますけども、でもだからといってじゃあ消費税廃止に向かうためのプロセスをああしろこうしろとかね指示したりとか、あんたの考え違うよっていうふうに否定したりとかってのはないと思います。それぞれの思いで消費税廃止に向かい、その結果国民のみんなが豊かになるっていうことが筋が通ってればね全然構わないことですし、まあ、そもそも消費税がなくなって困る人いるのかなと思うんですよ。だって通常ね吉谷さんも思うと思いますけども、じゃあ新しいパソコン買いますと、価格が15万ですと、今オープンセールで割引で13万なんですって言ったら嬉しいですよね。それと同じですからね、はい、消費税込みで15万です、消費税撤廃になりました13万です、ああ嬉しいな買いますね、いやいや待ってくれ15万払いたいんだから払わせろみたいなね、そんな人ってなかなかいないと思うんですよ。そもそも日本国政府っていうところに1万2万寄付したところでただ消えるだけですからね、そのお金が巡り巡って何かになるってことはなくて、そもそも税っていうのは財源ではないですからね、税っていうのはお金が行ったり来たりする結果に過ぎないわけですよ。あとは税っていうのは機能に過ぎないわけですよね、単なる機能です。税金を集めないと国家の運営ができないってことは全くないんですよね。この辺は本当に私たちが給料取りとしてね、お金をどっかから調達してそのお金でやりくりしてるっていう感覚と同じにしちゃいけないんですよ。私たちは自分でお金をね、このお財布の中にお金をせっせせっと増やす方法がないんですよね。自動的に増やせないんですよ、自力で。自力で増やしたら犯罪で捕まっちゃいますから。ただ国家ってものはお金を作ることが仕事として認められてるんですよね。だから来年ですけども新札って流通するわけでしょ。新しいお札を作ってそれをバン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 市場に配ってね、それを使ってくださいっていうわけですよ。お金を作るのが国の仕事、国の仕事って言っても誰か国民の誰かが働いて作ってるわけですよね。その人は罪に問われないんですよ。なぜなら偽札じゃなくて本物の札を作ってるからなんですよね。さあマインドセットの話に戻りますけども、さっきね私の、メッセンジャーで依頼があったんですよ。商品の紹介を久保さんのリストでお願いできませんかと。あ、仕事の依頼なんだなと思って、 YouTube で紹介しましょうかと。 YouTube は1万6000人のチャンネル登録の方がいらっしゃって、毎日アクティブに情報更新してるんで反応いいですよと。だから属性に合うような商品だったらいいんですけども、さすがに属性に全く合わないようなね、そんなものだったら困るなと思ってたんですけども、とりあえず話を聞いてみようかなっていうところだったんですよ。あとその他、私メルマガもやってますけども、メルマガは1万3000人の読者いらっしゃって、これもね毎日アクティブに再開してるんですよ。だから反応もいいんですよね。これ商品売れるんですよ。1万3000人もいますからね。でそこに商品をまあローンチかけていって売るってことは今でもできるんですよね。
例えばこういったあの媒体が私にあるわけですよ。まあ LINE アットはないんですけども、でそれぞれの媒体のどれで紹介しましょうか、うん、例えば Zoom のライブ対談でそこであのセールスをするってこともやってますよ。でそれぞれ費用は結構かかるんで、あの安い単価のものじゃなくてしっかりとした単価のものを売っていきましょうみたいにつなげようと思ったら、なんかね急に歯切れが悪くなって、そこで私はピンときたんですよ。ははただで紹介してくれって思ったのかなと。さすがにね、ネットビジネスを生業とする私にただで紹介してくださいっていうね、こんなねあのマインドセットのおかしな人はいないだろうなと思ったんですけども、うん、なかなか話が噛み合わない中で、その方が私のところに突きつけてきたのが究極のマインドセットっていう商品らしいんですよ。いやそれは売れないでしょうと。いやあの仕事の持ちかけ方とか人に物を頼むときね、仲良しだったり熟成だったらまだしもですよ、何の関係もない人がいきなりやってきて、久保さんセールスちょっと協力してくださいと。協力しないことはないですよ、私それを仕事としてやりますからね。ただ1000円2000円のものをアフィリエイトしたところで手数料いくらもらっても合わないじゃないですか。もちろん1000円2000円のものを私が販売代行してコミッションは1万2万って言うんだったら別にやりますよ私は。でもなんか 50% だそうなんですよ。で10個売れたら、確かに1個980円のが10個売れたらまあまあ1万円ぐらいになるでしょう。その 50% もらって、うん、大事なことなんだけども、それだったらさすがに私熟成のために働きますよ。そもそもセルフバッグ1件したら5000円ぐらい、そんなね人の商品売らなくたってできますし、売りたいんだったら自分の商品売りますからね。だからあらゆるところであの物を頼むマインドセットが全然できてないっていうのかな。やっぱこうちょっとがっかりしたっていうかね、あの私としてもはっきり断りにくかったんで、あの話長くなりそうですかっていうふうに、まあ、あのお話をしてね、そしたら、まあ、向こうの方でねちょっとこうあのどうも商品合わないみたいなんで今回取り下げますみたいな感じで退場してくださったんですけども、うん、やっぱりこれは売れないなと思いました。売れない以上に究極のマインドセットっていう商品を売ろうとしてる人がこのマインドセットじゃ売れないなと思いましたね。だから万が一この商品売れたら買った人がかわいそうだなと思いました。究極っていうのはね、まあ確かにタイトルどうつけようと自由なんですけども、究極のマインドセットね、山本太郎さんの動画を何本か見た上で商品作った方がいいんじゃないかなと思いました、うん、で山本太郎さんのマインドセットってのは私が想像するにね、やっぱ相手を否定しない、だけどもあの私にはできませんってこともはっきり言うってことなんですよ。例えばね、あのこんなことがあったんですよ。凱旋で手を挙げた人にやっぱり1分間のトークで当てられたんですよね。じゃあその方が何か心のケアみたいな商品をね紹介してほしいみたいなことだったらしいんですよ。紹介することはできますかと。で山本太郎さんはそれはしませんと。それはあなたの考えを否定してるわけでも何でもないんだけども、確かに世の中がおかしくなったのは心が壊れてるからっていうのもあるでしょう。だから心のケアで人々の悩みを取り払ってね、世の中を正しくしていくっていうふうな、まあ半ば宗教みたいな、そういうのも大事だと思いますよ。でも私は宗教によってこの世の中を立て直そうと思わなかったんですと。政治によってこの世の中を立て直そうと思ってるからこれやってるんですよと。だからすいません、それを優先的に私がやれって言ったらできませんよとはっきり言ってましたね。確かに幸せになりますようにって願うだけだったらこんな世の中になってないんですよ。多くの人がもっといい暮らしがしたい、もっと生活が楽になればいいのに、自分の子供に十分な教育を受けさせたいって心から思ってるんですよね。心から思ってるのに、それこそ宗教なんてもの以上にリアルなこととしてね、世の中を救いたいじゃなくって目の前の我が子を救いたい、それだけなんですよ。世界中のどっかのね、何万人何千万人を救いたいなんて思ってないんですよ。目の前のこの我が子だけでもなんとか、自分はもう命はいりませんからって気持ちで子供に何とかしようと思っても何とかできない、だから思いだけじゃダメだという現実を見るにつけて、山本太郎さんは政治で変えていかなくちゃいけない、この国の仕組みを変えていかなくちゃいけない。山本太郎さんのマインドセットは、山本太郎さん自身は幸せに楽に自由に芸能界で生きていけるけども、それでいいのかと、他の人は見過ごしていいんだろうかと、俺だけ良ければいいのかと、俺の目には悲しみに濡れた瞳の泣き声が聞こえる見える、これに目を閉ざしていいんだろうかっていうふうにね、山本太郎さん思ったはずなんですよ。そういうことも結構言われてましたけどね、うん、だから自分の幸せってのは目の前に幸せな人が、それを逃した人が映ってる限りは自分にはないっていうマインドセットだったんじゃないかなと思うんですよ。まあそこでね、私あのマイケル・ジャクソンのマン・イン・ザ・ミラーっていう曲を思い出すんですよ。あのマン・イン・ザ・ミラーっていう曲っていうのは、まあ話すと長くなるんですけども、どんな歌詞かっていうとね、あの
その歌詞の中に出てくる主人公は、あの目の前に飢えて食べ物もないような子供たちがいるけども、まあ、僕はそれをね見て見ぬふりして通り過ぎようとしてる。でそういう自分に対して、なんてやつなんだ俺は、もうこんな世の中早く変わってくれ、いや待てよと、世の中を変えるんだったらまず鏡に映ってる俺が変わらなくちゃ、こいつを変えなくちゃいけないっていうふうに自分が変わることをねものすごく熱望して動き出すみたいな歌詞なんですよ。でこれはもちろん英語の歌詞なんで、翻訳を見ないと意味が分からなかったんですけども、でも私はね中学の頃初めてマイン・ザ・ミラーっていう曲を聴いて歌詞の意味なんて分からないんですよ。でもマイケル・ジャクソンのそのステージでね歌う姿を見てね、なぜかこう涙が溢れるっていうかね、胸が熱くなって、ね、グレてね金髪だった私がね、なんだか知んないけど突っ張りの目にも涙っていうかね、やっぱりねグレてるやつってなんかこう感情的なんですよ。カーッときてボーンと殴るけども、でも感動の話は弱くってウフフってなったりするんですよ、ね、いや本当にそんな感じですよ。なんか考える前に手が出るし涙も出るんですよね、なんかそういうことも思い出しながらの今回のマインドセットでございました。山本太郎さんはきっとね理屈じゃなくて体が動くんでしょうね、本人以上にその人のことを考えて弱者の前に立ちはだかってくれる人なんでしょうね、まあ、ちなみに山本太郎さんね、この前話したと思いますけども、船子さんと木村さんっていう2人 の、 車椅子の方ね国会に送り込むときに特別枠っていうのを使ったんですよね。単純にその比例っていうのは100万票で1人国会議員当選するっていう目算だったんですよ。で200万票は取れるだろうというふうに予測が出てたんですよ。あとは300万票取れれば船子さん木村さんそして山本太郎さんご自身っていう順番にして、自分はダメでもこの二人は国会にねじ込むんだっていう気持ちでね、それこそ捨て身ですよね。だって党首がですよ、自分で旗揚げした政党のまず自分が国会議員になりたいじゃないですか、身分を固めたいじゃないですか、それ誰も非難しませんよ、そんな自分を優先にしても。でも自分を3番手に置いて200万票取れるだろうけども300万票分からない、300万票取れなかったら俺は党首でありながら国会議員にはなれない、でもこの二人は国会に入れることができるんだっていうふうにね、自分のやることをやっぱりねぶれなかったんですよね、こういった方を国会に送り込まなければ令和新選組じゃないと、俺は保身のためにやってるんじゃないと、国会議員になるのが目的じゃないんだと、それはあくまで手段なんだと、政治活動は国会議員じゃなくてもできるところがある、ただ国会議員じゃないとできないところもあるから仕方がなく国会議員をやるんだっていうね、まあ、そんなメッセージマインドセットが私の胸に熱く伝わってきたかなというのが今回のエピソードでございました。それではお疲れ様です。